野生ボノボの研究をしている横山拓正です。前回の動画でチンパンジーとボノボを比較しながら、チンパンジーはオス中心社会を築いている、反対にボノボはメス中心社会を築いている、平和的な類人猿であるという紹介をしたんですけども、それではなぜボノボが平和的な社会を築けるかという話をこの動画で紹介していきたいと思います。前回の動画でですね、最後に動画の冒頭の最後にこちらの写真にですね、その平和的な社会を築ける要因のヒントが実は隠されているという話をしたんですけれども、こちらちょっと写真なんですけれども、この動画を少し見ていきたいと思います。はい、こちらがその実際の動画なんですけれども、実はこの動画私の YouTube チャンネルでも閲覧可能になっていまして驚いたんですけれども、1000万回以上再生されている動画なんですね。ただこれ、福さんですね。この個体福さんという、ワンバで E1 グループで一番美しい、顔が美しい個体だと言われているんですけども、この福さんがただ寝そべっているだけの動画なんですけども、この寝そべっている福さんの動画、なぜか1000万回以上再生されたんですね。最初本当に私も自身も驚いたんですけども、この動画のコメント欄を読んでみてみると、なぜ1000万回以上再生されているのか、何に注目しているのかということに気づきました。どうやら皆さん、この福さんのお尻の周りですね、以前の動画でも紹介したんですけども、この精皮と呼ばれている、メスが精皮が腫れるんですけども、チンパンジーでもボノボでも精皮が腫れるんですけども、この精皮を見て驚いている方がいらっしゃるという印象を受けました。この精皮の腫れ方の特徴であったりとか、その生態の違いというのがボノボとチンパンジーでは実は違うんですね。そこにボノボがなぜ平和的な社会を築けるのかというヒントが隠されています。はい、こちらがダグラスさんの論文ですねから引用してきたグラフなんですけれども、人の場合ですと、例えば人の女性の場合ですと、青春期というものがあって、約30日間の青春期があって、その30日間に排卵日があって、妊娠可能性な状態というものが生理周期が起きるんですけれども、ボノボチンパンジーのメスも同じように生理周期というものがあります。こちらのグラフがボノボの生理周期について説明しているグラフなんですけれども、この白い丸の点ですね、こちらが女性ホルモンのエストロゲンを表しているグラフで、黒のこの丸が女性ホルモンのプロゲステロンですねを表しているグラフですね。でこちらの棒グラフですね、こちらの棒グラフが先ほどのボノボのメスの精皮の腫れの具合ですね、一番大きいのが一番よく腫れている、一番下があまり腫れていないという棒グラフを表しているんですけども、ここに排卵日がありまして、人の場合もボノボの場合もチンパンジーの場合もエストロゲンが上昇して下降に入った、それと同時ぐらいにプロゲステロンが上昇して、ここの部分に排卵日というものがあるんですけども、ここの部分で交尾をすると受胎に至る可能性があるということが、ボノボでもチンパンジーでも人の女性でも共通して言えることだと思います。そしてそのこの女性ホルモンの変動に合わせて、先ほどの精皮と呼ばれている場所がこのように腫れたり縮んだりするんですね。もうちょっと詳しく説明をすると、この今右の写真が精皮がよく腫れている最大主張ですね、一番腫れている時期の写真、左の写真が精皮がしぼんでいる状態なんですけれども、排卵日が近づくとこのように精皮がどんどん腫れ上がって、妊娠可能性の高い時期にこのように精皮がピンク色に腫れ上がる、反対に言えば排卵日が終わって妊娠可能性が低い時期というのはこのように精皮がしぼむんですね。この精皮の腫れというのがチンパンジーとボノボのメスに共通して現れるんですね。ただちょっと難しい話なんですけれども、チンパンジーとボノボメスは精皮がこのように主張する、妊娠可能性が高い時に精皮があのように腫れ上がってくるという話をしたんですけれども、実はこのチンパンジーとボノボの腫れ方というよりか腫れの特徴に大きな違いがあります。こちらのグラフが、古市さんですね、古市さんの論文から引用してきたものなんですけども、これは何を表しているかと言いますと、こちらが出産ですね、ここの部分が出産してから次の出産に至るまでのメスの生理的な状態の変化について表しているんですけども、チンパンジーの場合ですと出産をしてから次の出産まで平均で約6年ぐらいある、
ボノボの場合ですと、出産してから次の出産までが平均で約5年ぐらい、詳しくは 4.8 年と言われているんですけれども、出産から次の出産までのメスの生理状態の変化を表しているんですね。チンパンジーの場合ですと、出産してからこの白い部分ですね、すごく長く続いているんですけど、約4年以上ですね、こちらが発情していない時ですね、発情していない時、つまり排卵も起きていない、妊娠可能性が低い状態というのが4年以上あるんですね。4年以上あるということは、この期間はメスは精子の主張が起きない、腫れたりしぼんだりしない、常にしぼんでいる状態になるんですね。この4年以上経った後に排卵が起こるようになる、つまりこの1年間ぐらいの黒い部分なんですけども、1年間以上が妊娠可能性な状態になって排卵が起きたりする、それに伴って精子の主張が起きる、精子が腫れたりしぼんだりする期間が1年ぐらいあるということですね。でその後に受胎に、こちらですね、コンセプションなので受胎に至ると、それを経て次の出産に至るというグラフですね。ただこちらチンパンジーのグラフなんですけども、ボノボを見た時に、ボノボの場合ですと出産をしてから1年ぐらいはこちら排卵も起きない、ほとんど発情していない状態になるんですけども、この1年を過ぎてから、ここの薄いグレーの部分ですね、こちらが偽発情と呼ばれている期間でありまして、この偽発情は精子が写真のように、先ほどの写真のように腫れたりしぼんだりするんですけども、この期間っていうのは排卵がほとんど起きていない状態、つまり交尾をいくらしても妊娠しない期間、これが偽発情だと言われています。この偽発情を経てから本当の発情、排卵日、排卵が起きる、交尾をすれば妊娠可能性があるような状態、つまり精子も腫れていて排卵も起きている本当の発情の期間というのが1年ぐらい続く、そしてその後に交尾をして受胎に至ると出産に至るというグラフなんですけども、このようにチンパンジーとボノボを比較すると、ボノボにはこの偽発情という生理状態があるんですね。チンパンジーの場合とボノボの場合、その発情の違いですね、ボノボの発情には偽発情がある、そうなってくると何が変化してくるのか、メスの状態で何が変化してくるかと言いますと、こちらがチンパンジーの実際の動画なんですけども、こちらホダさんで、こちら幼児さん、幼児さんがオスで、ホダさんがこのように精子が腫れているのでメスということがわかると思うんですけども、チンパンジーの場合ですと精子が腫れている期間というのは、出産から次の出産までの6年間のうちに約1年ぐらいしかない、つまり言い換えるならば20頭30頭40頭いるグループの中で、その中のメスで精子が腫れているメスが瞬間的に1頭であったり2頭であったりとか、非常に少ない数になってしまうんですね。そうなってくると、その少ない精子が腫れているメスをめぐってオスが争いをするんですね。自分が交尾をするために争いが起きる。だからこそその争いが激化してしまう、相手を殺してしまうこともあるということで、攻撃交渉が非常に激しくなるという特徴があります。反対にボノボの場合ですと、このようにちょっと状況が、集団同士とエンカウンター、出会っている時の状況なので状況は少し異なるんですけども、このようにメスがほとんど精子が腫れている、偽発情があることによって、出産から次の出産に至るまで約5年6年の間で精子が腫れている期間というのがすごく長いので、このように瞬間的に、グループ全体の瞬間的にメスで精子が腫れている個体の数というのがとても増えるんですね。そうなってくると、オスが争いをしなくても誰とでも交尾ができる可能性が増えてくるんですね。だからこそ争いが起きない、偽発情によって争いが緩和されて、ボノボは平和的な社会を築けているのではないかということが言われています。ただなぜボノボが平和的な社会を築けているのかというのは、この偽発情以外にも他にも要因もあるんですけれども、この偽発情が特に大きな特徴なのではないかと言われています。今日は少し難しい話になってしまったんですけども、次回の動画では、そもそも私たち研究者がどのような現地で生活をしていて、どんなふうに研究をしているかというのを、ワンバの身の回りの生活であったりとか、実際に森に入って調査をしている時の様子など、動画を交えながら、その研究生活、ワンバでの生活について説明していきたいと思います。